湯宿温泉は、群馬県利根郡水上町にある温泉。新潟との県境の三国峠の手前、国道17号沿いに温泉街が広がる。観楽的な要素は少ない、ひなびた温泉街である。当治部を有する旅館も現存する。共同浴場は4軒存在するが、うち1軒は地元住民の専用である。観光客へ開放しているのは、久保湯、竹の湯。 小滝の湯である。久保湯以外は、地元住民専用の火を設定している。平家湯は1300年前である。平家湯伝説によれば、広州法師が岩穴にて度胸している際に突如、温泉が湧き出したという。1999年4月20日法師温泉、川後温泉とともに、国民保養温泉地に指定。2005年10月1日、水上町発足に再し 旧二張村の大あざ伏せ及び荒巻のうち、当該温泉街の範囲が、湯宿温泉へと変更になった。告げ吉春が、ガロ2968年発表した短編漫画、厳選館主人の舞台となった街として知られる。その着想の元になった旅館は、大滝屋である。作品は、その後、石井照夫監督により、映画化される。しかし、 漫画に描かれたような当時の裏ブレた面影は今は少ない。ありがとうございます。